皆さんこんにちは。今回はスポーツセレクションオーダーだっけっていうのを引いていこうかと思うんですけど、今日は、スポーツの日なんですよね。10月14日がなんかスポーツの日ってことで、それでか知らんけどちょっとスポーツセレクションオーダーなんか出てるんで引いていこうかと思うんですけど、これね、あれなんですよ、ウィークエンド IF っていう SAOIF の、公式生放送でね、予告していたオーダーで、なんかそうですね、スポーツやってる人たちが、まあ、出てますね。でなんかいろいろあるんですけど、まあ大体なんかそのまあ出たらいいなーくらいのスキルがありまして、まあでもほとんどそうなんですよね。出たらいいなーくらいなんですよ。で俺唯一狙ってるのがあれなんですよ、前回ストリートリズベット。なんでこれかっていうと、まあ多分初心者、始めたての人たちはそんなに、まあ、いらんかもしんないんですけど、これブレイクゲージ増加量が多いっつう効果なんですよ。でこれがね、今後本当にブレイクしないと、マジで歯が立たねえみたいなボスがどんどん増えてくると思うんで、でブレイクゲージ82あるんですよ。で、全体3連撃で、しかもディスラプションっていうのは衝撃が速いやつで、しかも3連撃、連撃数が少なければ、まあ、そんなモーションが長くはないみたいなイメージ。まあ、例外はありますけど、まあ、長すぎるほどではないと。まあ、クールタイム14秒っていうのも、まあちょうどいいなっていうぐらいの、長さで、これがねすごくね欲しいんですよ。もうこれだけ。まあなんかあとはついでに出たら嬉しいなみたいな。これは障害も一飛び壊るっていうのは片手コンの、ダカゼのモッドで全体攻撃のやつでっていうのがあって、あとはまあリングの稲妻とかあったら、まあでもこれは別に当たっても当たんなくてもいいかな。今は片手再建のマザロザフルバー持ってるんで、まあ、カオスブラッケンとか別にまあ、これ使ったら強いですけど、まあ、どっちかっていうと刻印はそのフルバーに乗せたいっていうのがあって、まあ、あとはハイスピードフローターアルゴっていうのが、まあ、ウィンドパイルだった気がするんですけど、まあ、ここに画像があるから、あったね。ウィンドパイルバフの、あ、両手斧なんだ。まあ、これもあったらあったで、まあ、いいかなっていう感じですけど、そんなになんか、まあ、特別欲しいっていうスキルがなくて、まあ、これぐらい。これは、俺は斧の、コネクトスキルがないので、まあ、あったらすげえ、まあ、嬉しいなっていう感じで。で、あとこれ、GGO コラボオーダーですね。オルタナティブの。これがね、まあ、俺このアニメとか原作とか見てないですけど、これ今、引かないと、もう手に入んないですよね。だから、これ引きたいんですよ。特にこの深次郎が、なんか、まあ、ブレイク中の敵って本当に使用する場面限られてそうですけど、これ欲しいんですけど、ちょっと敬遠するかどうか迷ってます。なんでかっていうと、まあ、ダカゼってちょっとカオスレイヤーで来たじゃないですか。で、カオスレイヤーで来たんで、もう、ソロカオス当分ダカゼ来ないんじゃないかと思ってて、で使うとしたら、まあ、迷宮区でダカゼみたいな感じになると思うんですけど、俺迷宮区で火力やりたくないんですよ。もう火力やるようになって本当に思ったのが、マジタンクがいないとパーティーが立たない。で本当にタンクできる人が、なんか火力はできるけどタンクできないっていう人がほとんどなんですよ。なかなかその一番上の階層とかだと本当に耐えられないみたいな感じになってきて、本当にプレイング上手くないとタンクができないんで、本当にタンク不足なんですよ。だから、まあ、迷宮区でダカゼ来たとしても、俺はなんかタンクとかできるようになる方が嬉しいんで、まあ、ちょっとこれは、
まあなんか俺タンクメインを目指してるんで、これは引かなくていいかなって思って、まあ、これもすごい強そうなんですけど、まあ、レンの枚数依存っていうのがあるし、まあ、これフルバーストだったら引いてたんですけど、普通のバーストだから、でもただ脱地が、まあ、そろそろ来てもおかしくないってことで、まあ、これもね、まあ、防御標が、まあ、持ってない人はすごくいいんで、まあ、ただ俺はスナピあるんで、ただこのね、鬼バフまでついてるのがすごくいいんですよね。45%もダメージが上がってめちゃくちゃすごいんで、本当はめちゃくちゃ引きたいんですけど、まあ、ちょっと厳しいなっていう感じで、まあ、こんなね、5万ジェムとか残ってるんですけど、ちょっとね、いろいろ控えてるんですよ、この後。ハロウィンオーダーとか、クリスマスオーダーとか、正月来たら福袋オーダーとか、で、ウィークエンドで予告してたオーダーもちょっと、まあ気になってるし、サーニャバースデーなんか、片手直径の筋力増強なんか入ってたりして、ちょっとね、まあ少しでも使いたくないなと、いった感じで、で、この中だと、1250ジェム？今なんだっけな、アンケートで、最初1000ジェムもらえるみたいなのがあるらしいんですけど、これ、まあいきなり引けるらしいんで、まあこれで、まあこのパワーライズを狙うのが、俺はおすすめではあるんですけど、始めたての人はなぜか、この防御30%低下っていうのが、ほんとすごく嫌がるんですけど、まあ、長い目で見ると、俺はこれがすごくいいんじゃないかなって思ってます。まあ嫌なら別に引かなくていいと思うんですけど、それ以外におすすめできるものが今はないです。まあこれ、あるとしたらね、もうこれだけど、これ1枚じゃ、ちょっと最初固定値、まあ上げた方が強いんで、本当に最初版の方は。まあ、こん中だと、まあリセマラ、序盤の人はそれかなっていう感じですけど、まあなんかね、これは、まあ始めたての人にはおすすめしにくいオーダーですね。これ以外はちょっとおすすめしない。ただこれもね、ステ3まで行って、このピックアップ狙おうとしてもなかなか出ないっていうのあるんで、これ1周6250ジェムですけど、まあこれ5周6周ぐらいしないと、まあそれでも出るか出ないかくらいなんで、まあ、ちょっとおすすめはしないですね。なんていうの？リセマラ以外で引くんだったら。リセマラだったらパワーラ4のリズ。まあ、おすすめですね。で、今回このオーダー、4回ぐらい引きます。これ11回オーダーで2500ジェムって書いてあると思うんですけど、ここに。それで11回引くと星4が1枚確定すると。で、これを4回ぐらい引いて、この、全開ストリート、が出なかったらまあ撤退しようかなみたいな。で、他のなんか、まあ、副産物的なやつが出たらまあ、それはそれでいいかなっていう感じで。で、基本こういう2500ジェムの、まあ、オーダーって、まあ、なんか、なんて言うんだろうな、欲しいやつがいっぱい入ってれば引くみたいな。で、欲しいやつがなんか1枚2枚しか入ってなかったらなんか、まあちょっと引くのためらうかなみたいなオーダーで、まあだからなんか俺はそういうオーダーだと思ってます。そういうつもりで引く感じにしています。まあでも、まあ人によって感覚は違うんですけど、俺はなんかそういういっぱい入ってれば引くかなみたいな感じですね。なんでかっていうと、ちょっとかぶりがなんか出やすいみたいな、出やすそうなオーダーっていうのが、演出なし、演出なし、あ、これキリト来たんじゃね？おお、来た来た来た！あ、幸先良すぎんか。やばくないか。めちゃくちゃ強いんだけど。やばいんだけど。これキリトのスキルっていうのが大きいんですよ。やばい。急に神引き来たんですけど。片手コンがいいんだよな。短距離、あ、でもアビリティ一応飛ばさないでおくか。マジでこれやばすぎんか。これアビリティ飛ばしたいな、もう。いや、でも他にもなんか来るかもしんないから。これ確定枠槍か。槍、槍って何か入ってたっけ？槍は、槍って何があった？覚醒の槍って何？あー！いいね、キリト。
いいですね。生属性鬼バフと、生属性の弱化4デバフ、いいですね。これは、あ、突性か。これがめちゃくちゃ大きい。この卓撃。突プロテクト。あ、突プロテクト、何ゲーいいかもな。これね、強いんですよ。まあ、ただ、あれ。まあ、ちょっと前に引いた、なんだっけ、リーファー？俺ちょっと前に引いたんですけど、まあ、そっちの方がまあ覚醒だし強いっていうのはあるんですけど、まあ、キリトのスキルっていうのが大きくて、何気キリトでいいアビリティってなかなかないんで、まあ、それがすごい、おお、来た来た来た、飛ばしちゃった。私、リーファって言うなっていうやつ。あー、飛ばしちゃった。嘘だろ、マジで。めちゃくちゃ欲しかったんだけど。やばいやばいやばい。これ、俺最近引き良すぎんか？これ、全開ストリート、全開ストリート。もうさすがに来ないか。ちょっと、あまりにも当たりすぎてて、ちょっと早まってるぞ、俺。全開ストリート来たら俺撤退すんだけど。マジで？これちょっと待って。爆死のリアクション 爆死のリアクションも、できないな、今回は。ちょっとなー、ちょっとできないなー。いやー、ちょっとこれは、お、アビリティの、いや、なんだこれ。なんだろう。あ、でも、おお、神引きすぎん、これ。おかしい。おかしいって、マジで。全部いいスキルじゃん、これ。やばい、攻撃力1000上昇。待って、これやばいやばい。やばすぎる、このゲーム。すごすぎる。待って、神ゲーすぎんか。ちょ、ぜ、待って、なんか、俺、運良すぎんか、マジで。最高なんだけど、このゲーム最高です、マジで。もう最強なんで、皆さんぜひ。やばいやばいやばい。もうなんか、夜道歩けないじゃん、これ。ちょ、夜道背後に気をつけて歩かないと、ちょ、誰かに刺されるかもしんない、これ。あ、これ、あ、や、お、これ、コネクトさっきのやつじゃね。あ、一突した。あて、リーハっていうな。私は、リーハっていうな。アイアムリーファー。お、小さな勇者ゲット。あ、片手コン、来い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 、4回光ってくれ、お願いお願い。一番欲しいんだけど、全開ストリートくれ、くだせー。なんで一番欲しいのが来ない。来い来い、片手コン、片手コン。あー、片手直拳の、片手直拳。あれ、今何回、何周、あ、違う、次か、次アビリティ確定枠か。次か。あと1回11連引いたら終わりにするか。いや、終わりにしたくないな。いや、全開ストリート欲しいな。あー、かぶったー。かぶったー。よし、もう1回引こう。全かぶりか。まあ、いいでしょう。まあ、これかぶったなら、まあ、いいでしょうって感じで。あー、まあ、一途な献身。一途な定期献身。あ、おっ。おう、おう、おう、さすがにそんな光らないか。来い、来てくれ、お願い。お願いだ、お願いだ、お願い、お願い。うえ、ぽえ、ぽえ。ゴーワンスメス。ゴーワンスメス、来ないでー。あ、かじっこ、かじっこにー、かじっこにー、かじっこ。これもうやだやだ。あ、おお、最年少アングラー。やった。やったけど違う。やったけど違うんだよ。いや、違う、片手こ、ガチャ、うちゃ、片手こ、片手こ、片手こ、来い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 、来てくれ、お願いお願いお願い、片手こ、片手こ。なんかあれ、蹴りしのんか。あ、違う。これ、モーションうんこじゃない、これ。転身スイッチか。これ使わなそう、マジで。待って、もう一回だけ、ちょっと、もう一回だけ、もう一回だけ、もう、
もう一回もう一回、私は今日も転がります、転がします。まずこれさ、何回引かせんのこの人たちは。なんか俺の目的感づいてる。あ、ささやかな達成か。いらない。いや、いるけどいらない。いや、持ってる。いや、持ってそう。違うんだよ。違うんだ。話を聞いてくれ。片手コーン。小ざかしい。やー、多分新規だと思うんだけど、小ざかしいな。あ、もう新規じゃなかったわ。これ全かぶりじゃね。今、うわー、あと一回だ。引くか。ほら、かぶった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 。いやー、でもオノコネクト来たのはすっげー大きいんだけど、かぶりあとどれくらいあるかな。リングの稲妻、ハイスピードローダー欲しいな。あと欲しいの1、2、まあ、なんて読むのこれ、快速襲いかかる挑戦者いらない。もう障害ひととびは欲しい。3、4枚くらいか。3万な、あと11連、あと11連します。うわー、マジかよー。ちょっときつくなってきましたね。いやー、片手コーン以外飛ばすか。これはなんかいいの出てもさ、片手コンじゃなきゃちょっと、あー、これはバックしか。片手コン、あー、探検って何、探検って何、覚醒、何これ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 、カーブ、何これ、何これ、何これ、いや、全開ストリートくれくれ、全開ストリートくれよ。6周したのか。多分6周だよな。あと2周しちゃうか。いやー、きついなー。1周しちゃうか。次控えてるのが、あの、だと、いや、いっちゃうか。いやー、あと2回行く。あと2回行く。あー、くれてやるよ、ジェムを。あー、あー、くっ、うー、死んでしまう、やめて、殺さないで、殺さないで。しかたてこん。なにこれ。勇気でいいよ。よろしく。勇気でいいよ。よろしく。新規めっちゃ来て、すげえスキルコマ数が増えたんですけど。あー、片手コン来てくれー、お願い、お願い、もういいよお前、もう片手コン来い。
出突してまう。あー、嘘でしょ。何ですかこれ。爆死だー。どういうこと。嘘でしょ。そんなことある。爆死だー。そんなことある。なんでなんで、マジで、2万でしょ。あと1万使うか。全開ストリート、障害ひとっ飛び、ハイスピード、いやー撤退。強いんだけどさ、火力やらせようとしてる上、もしかして俺に。なんなのこれ。やけど付与、あ、やけど付与いいじゃん。あ、めっちゃいい。あー、めっちゃいいんだけど、うわー、撤退したくねえないやー、なんか人によってこれ神引きだと思うんでしょうけど、俺目的でこれ一突してコネクト2枠目空いてんだけど、これわ自然一突でコネクト開いたの初めてだ、これ。2枠目開いてんだけど、まあいっか。強いんだけどな、これさ。あ、でも全身全霊4なんだ。攻撃強化4じゃないんだ。あー、もういいや、一旦ちょっと撤退します。後でまたちょっと、いや、あと4回引くわ。あと4回引く。4回行きます。4回行くわ。行きます、これ。ガッツだぜ。俺は諦めねえ。いや、あと4回。いや、頼れない、兄貴。いや、来んなよ。いや、でも、どうなんだろうね。引いた方がいいのか。うわー。ごとつか？そんなことある？そんなことある？4突？限界を超えすぎだろ、マジで。俺のメンタルの限界のが超えてんだけど。来い！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 喉が痛い。いいよ、最年少はいいよ。最年少はもういいんだよ。片手キョン。あ、これなんか撤退した方が良さそうな雰囲気出てきたな。うわー、片手コン出すぎだろこいつ。何突するんだよこれ。自然貫突しちゃうぞこれ。待って、自然貫
ったし。やばいんだけど。やばいんだけど。あと2回まで引く。2回引いて、出なかったらもう完全に諦めます。うわぁ、なんか頼れない兄貴来てるあたり、ちょっと雲行き怪しいなぁ。小石がめっちゃもらえるなぁ、これ。お願い。あぁ。うわぁ。お願いだぁ。お願いだ、片手コン。くそが。片手コンだけだよ。それだけでいいんだ。それ、もう無理なんかな。なんでそれだけ出ないの？他の強いやつ全部出んだけどさ。もうさ、飛ばしてるだけなんだけど、もう。お願いだ。お願い。お願い、片手コン、片手コン。Shut up.